ナガンです。今日はカルダリウムのケージについてお話します。ケージっていうのは鳥かご、檻という意味ですね。たまにゲージっていう人がいるんですけど、間違いなので気をつけましょう。ケージどれにしたらいいですかということなんですけど、どれでも大丈夫です。ただ宿回路を買う予定の人は排水口とミスト穴があるパルダリウムケージプロをおすすめします。ケージってだいたいベーシックな形はこういうものなんですけど、扉が前にあるので扉を止める部分、1枚扉のタイプと2枚扉、あと観音開きのタイプなどがあります。上の方にも下の方にもメッシュのゾーンがあって通気を確保するというのがベーシックな形です。代表的な手に入りやすいケージはこの3つがあります。まずパルダリウムケージプロなんですけど、 PCP3045 30cm 30cm、 高さ 45cm のケージが標準的で使いやすいかなと思います。最初の1台にいいかなと思います。だいたい先ほどのケージと同じ形状で、上下にメッシュの通気ゾーンがあって、パルダリウムケージプロだけ特殊なんですけど、斜めにもう1枚ガラスが入っていて、このおかげで水が排水口に流れやすいという構造になっています。排水口も開いています。パルダリウムケージプロを実際に使ってみるとどういう感じかというと、こういう感じなんですが、こういう風に2枚扉なんですね。なので線が気になります。ただ開きやすいという便利な面もあります。ベースボックスというものもあります。これはゼロプランツというお店で売っています。僕のは特注でして、サイズが、高さが45になっています。この宿ガイルを飼っているケージですね。1枚扉になっていて、下になんと通気メッシュゾーンがないので広く使えると。ミスト穴はないんですが、隅がちょっと空いていて、そこを通して磁石でミスティングシステムのノズルを止めるという感じになっています。特徴としてはこういうふうになんと天板も動かせると、取り外しができます。とても便利です。次にプレコ・コーポレーションのパルダミニというケージなんですが、最初に紹介したケージと大体同じような構造になっています。これもゼロプランツで手に入ります。これは飛行石コラボという YouTube 上で行われているコンテストのようなものがありまして、それに出したケージなんですけど、パルダミニの幅が20、奥行き20、高さ30センチのものを使ったものですね。サイズ的にすごく使いやすいのでおすすめです。これも機構石コラボに出したレイアウトなんですけど、これは先ほどと違って奥行きが30センチあります。なので横幅だけ20センチで、他は30センチ30センチというものになっています。パルダリウムケージのメリットなんですけど、前が開くのがやっぱり普通の水槽と比べて便利なところですね。あとミスティングシステム前提で作られているのが一般的なのもメリットですね。ミスティングシステムっていうのは何かというと、自動で霧吹きを行うシステムですね。あと形がかっこいいですね。縦長でパルダリウムのケージは。デメリットは普通の水槽よりも高いということですね。ガラス扉の切れ目が目立つという問題、メッシュゾーンがどうしても目立ちますね。おすすめのスペック、どういうケージがいいですかということなんですけど、前の扉が1枚扉で排水口とミスト口があるものを
おすすめします。形に関してはパルダリウムの場合、水槽と違って横長ではなくて縦長のものが面白いと思います。なのでパルダリウムケージプロでいうと3045がおすすめです。最初に買うならどのケージがいいですかと聞かれましたら、僕だったらパルダリウムケージプロの3045をおすすめします。ヤドクガエルを飼うということになっても使えますし、そうじゃなくても排水するしないミスティングシステムをつけるつけないという選択ができますので、後々にも何かしらで使えると思います。あとそうですね、不倫植物のもちろんストックにも使えます。あえて言うなら前面扉の線がこう干渉上気になるということがなければなんですけど、とにかくおすすめです。パルダリウム用のケージじゃなくて水槽でも大丈夫ですかと。水槽でも大丈夫です。ただ前の扉が開かないのでレイアウトはしづらいかなと思います。あと僕は不倫植物のストックには普通の水槽を使っています。60センチ2個ストックに使っています。ただこの場合ですね、必ず蓋が必要です。ラップで覆っている人もいまして、それでも大丈夫です。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。